台本にオープニングが終わったらすぐに食レポの VTR って書いてあるけど、確かここってコメント入るって言ってなかったかな。ねえ千里ちゃん、ここってどうだっけ。はぁ、千里ちゃん、ああ、何かしら、あやちゃん。番組の流れを確認したかったんだけど。あ、そうだったのね。ごめんなさい、少し考え事をしていて。本番前に千里ちゃんが考え事ってなんかあった？私でよければ話を聞くよ。はあ、ダメね、あやちゃんに気づかれちゃうなんて。でもお仕事に支障が出てしまったら問題だし、あやちゃん、話を聞いてもらっていいかしら。もちろんだよ。ありがとう。実は明日カノンがストリートライブをするのだけど。ストリートライブ？あ、そういえば前にもココロちゃんとやったことあるよね。ええ、今回はアリサちゃんとやることになってるわ。へえ、なんだか珍しい組み合わせだね。二人ともうまくいくといいな。練習は順調だって？調子は良さそうだったわね。きっと本番もうまくいくと思うわ。千里ちゃんがそう思うなら絶対に大丈夫だよ。そうは思ってるのだけれど、どうしても気になってしまって。なるほど、だから様子が変だったんだね。千里ちゃんの気持ちわかるな。私もパスパレのみんながテレビに出てるとちょっとドキドキしちゃうから。え、あやちゃんが？あ、誤解しないで。失敗するんじゃないかとか思ってるんじゃないから。なんていうか、友達が出てるとやっぱり心配になっちゃうっていうか。でもね、そんな心配はすぐにどっか行っちゃうんだ。私はみんながいつも頑張ってることを知ってるから。頑張っていることを知っている？あんなに頑張ってたんだから失敗するわけないってそう思うんだ。だからカノンちゃんも大丈夫だと思う。きっとストリートライブ成功するよ。確かにあやちゃんの言う通りだわ。カノンが頑張ってるのは私も知ってるもの。ありがとう。おかげで番組の収録に集中できそうだわ。本当？よかった。でも明日がストリートライブか。私お仕事なんだよね。応援に行きたかったな。残念そうに言わないの。お仕事をいただけることは幸せなことなのよ。それもそうだね。よーし、私もカノンちゃんに負けないようにお仕事頑張らなきゃ。千里ちゃん、私の分まで応援よろしくね。ええ、わかったわ。あ、買い出しの帰りですか？お疲れ様です。私はカノンと待ち合わせをしていて、一緒に買い物に行くところです。あ、そうそう、この前ここでカノンとアリサちゃんがストリートライブをしたんです。ええ、ストリートライブはとても盛り上がっていましたね。カノンから話を聞いた時は驚きましたけれど、無事に成功してほっとしました。ええ、少し心配でしたね。カノンとは中学からの友達ですから。でもどうやら考えすぎだったみたいです。カノンはアリサちゃんと一緒にたくさんのお客さんの前で堂々と演奏をしていましたから、私も最初は緊張していましたけど、だんだんと二人の演奏に引き込まれていきました。きっとストリートライブをやることに怖いという気持ちもあったはずなのに、最後までやりきったあの二人は本当にすごいと思います。これからカノンがどんなことに挑戦しようと思うかは分かりませんけど、その時も全力で応援しようと思います。あ、すみません、つい話し込んでしまいました。
もうそろそろ待ち合わせの時間なのだけれど、カノンはまだ来ないみたいですね。もしかして迷子になっているのかしら。カノンを探しに行きますので、これで失礼しますね。ええ、またサークルで会いましょう。